その男が私の人生を狂わせたのよ。すみません。ちょっと掃除を。名前は建造天馬。私の元フィアンセ。またこんな時間から飲んで。飲まずにいられますか。今連邦捜査局に行ってきたのよ。ルンゲという警部に会いにね。あの男、無能なくせに私のこと門前払いしたのよ。連中はいつになったら天馬を逮捕できるのよ。連邦捜査局、逮捕？私の父親を殺して逃げたのよ。あいつは濡れ衣とか言ってるけど、ふざけんじゃないわ。大病院の院長の娘として将来を約束されてたのに、3度の結婚の失敗だってあいつのせいよ。何がヨハンの仕業よ。これ見なさいよ。父と一緒に写ってるのがヨハンよ。こんな子供が父を殺せると思う？天馬がそう言ってるんですか？くだらない言い逃れよ。この写真、警察に提出したんですか？するわけないでしょ。重要な証拠になるかもしれないじゃないですか。やったのは天馬よ。ルンゲ警部の言う通り、天馬は二重人格なのよ。それなら、なぜあなたは彼の写真をこうして飾っているんですか。あなたは心の底では天馬を犯人じゃないと思ってる。そしてまだ天馬のことを。メロドラマの見すぎじゃないの？え？この男はね、最も私にふさわしい男だったのよ。天才とまで言われたエリートの大外科医。肩書きは十分だったわ。それに何より、この男は私に逆らわなかった。私のわがままをすべて聞いてくれたわ。イエス、イエス、イエス！すべてにイエスという男だったわ。この男が私を世界一幸せにしてくれるはずだったのよ！私では彼の代わりはできませんか。一生あなたのために庭を作ってもいい。あなたの心が安らぐなら。一度抱いたぐらいでいい気になるんじゃないわよ。あんたなんかただの退屈しのぎに決まってるでしょ。あんたをからかってただけ。何その気になったのよ、バカね。何様のつもりよ。あなたは本当に寂しい人だ。あんたもね。クリスマスの日、家で娘とパーティーをやります。よかったら来てください。すごいじゃない、このごちそう。全部お父さんが作ったの？ああ、味は保証できないがね。でも二人分にしては多すぎない？そうか。お母さんが帰ってくるんだ。これった。お母さん帰ってきた。シャルロッテ。お母さん。あなた、ごめんね。ごめんね。燃えてしまえばいいわ。何もかも。